皆さんこんにちは、グラフーです。ハンドル周りは単車の顔。ここ越しの映像だといかにもな臨場感。そこでタンクマウントです。最初は吸盤ボールヘッドで装着してみましたが脱落が心配。タンクキャップのネジ穴を使って固定するステイを作りました。しかし実用速度域で致命的な共振が発生。着脱が面倒なのもネックです。もっとシンプルにできることに気づき、早速実行。ラムマウンティングシステムのコンポーネンツを使用しました。急関節なんですけども、すごくしっかり止まってます。バイク全体揺すれるぐらい、動かしても、全然ビクともします。さすが米軍御用達、ミルスペックの実力です。つけたままね、燃料も入れていきます。もちろん、工具一切使わずにですね、ここ緩めれば、上のブームごとカポッと取れて、この丸い部分しか残らないんで、そんな目立たないです。コロスケのちょんまげみたいなやつだけが残ります。SDR だけではなく、タンクキャップが M5 ボルトで止まっているほとんどの車種に付けられます。ラムはアームの長さもいろいろ揃ってます。以前のマウントではこのように激しいローリングシャッターが出ていましたが、最新の方式ではかなり抑えられているのがわかります。なお、ご覧の比較テストは最も共振しやすい速度と回転域で行い、どちらも手ブレ防止機能は使っていません。それでは、しばらく実際に撮影してきた映像をご覧ください。スピードメーターがおかしいですが気にしないでください。いかがでしたでしょうか。懸案だった問題が意外にシンプルに解決でき、車載動画の楽しみが広がりました。ご視聴ありがとうございました。